さあ今回の動画ではヴァンガードから発売されております製品 VIO 3T プラス 264CB こちらの三脚について使用している現場の様子を多く交えながら、ご紹介していきたいと思います。もう見ての通りかなりデザインにこだわりが感じられるそんな三脚なんじゃないかと思います。まあ製品はねいろんなものを使わせていただきますけれども、まあ本当に一番大事なのは何か、機能性ももちろん大事、使い勝手すごく大事なんですけれども、でもやっぱり一番最後に決め手になるのは僕の中ではデザイン性、この1点に尽きると言っても過言ではございません。いくらね高性能でもやっぱり持っててテンションが上がるそんなデザイン性だったりね、大事なんじゃないかなというふうに思っております。さあ三脚をね、今組み立てているところでございますけれども、1本ね列車が来るまでの間、まずはこの三脚についてスペックをねまずはご紹介をしてみようかなと思っております。この三脚、製品が VIO 3T プラス 264CB という、製品でございます。カーボンの素材でできておりまして、錆びることなく軽いというね、製品であります。で、一番高く伸ばした状態で 1560mm、そして一番小さく畳んだ時で 480mm で収納が可能ということになっております。そしてこの三脚ですね、この後ほど紹介しますけれども、一番小さくというか低い状態で使うとですね、足をさらに広げて一番低く 地面の近くからね、撮影する時にもカメラを固定することができますけれども、その時で 170mm までね、下げることができます。この三脚は足が4段で構成されておりまして、耐荷重は 15kg、 三脚自体の質量は 2.2kg ということで、かなりねカーボン素材ということで軽い設計になっております。そして、雲台がですねアルタ BH160S という、まあ、自由雲台になるんですけどね、こちらが、この製品には、付属しております。ただこの雲台はですね、自由に付け替えることもできますので、カスタムも可能という形になっております。そして、今ご覧いただいておりましたけれども、ケースがね、付属で付いております。さあ今カメラを取り付けてセットしております、なんかやっぱりですねデザインすごく大事で、冒頭ご覧いただきましたけれども、かなりこの、ネジというんでしょうか、操作系の、ねネジのところも、シルバーのシックなデザインになっていて、かなりね僕は見た瞬間にかっこいいな、いいな、これで撮れたらテンション上がるだろうな、旅で楽しくなるだろうなっていう、そんな印象を持ちました。さあそして今エレベーターもちょっと操作しております。基本的にこの操作系はですね、今右手で触っておりますが、このレバーを、前後にネジをぐるぐる巻いて、固定したり緩めたりしていくという、操作系になっています。で、ヴァンガードさんの三脚、これのいいところがですね、このネジのこの締める緩めるこのギュッといくところの滑らかさ、これが僕大好きでですね、ググググッとこう締まっていく感じ、それからちょっとずつこう弱めてこう緩んでいく感じ、微調整をするときにねすごく、重宝しております。そして高級感もあります。さあ列車がやってきまして、1本撮っております。列車に行きましたね。列車の去りゆく後ろ姿をシャッターチャンスの後にちょっと眺めるというのもね、またこれもなんかこう旅情哀愁が漂う時間なんじゃないかなというふうに思います。いいですね。そして次のシーンに移っているわけなんですけれども、ちょっとしゃがんでね、このフェンスの奥にある草をね手前にぼかして撮ろうということで、まあ、こういうシーンは基本的には三脚のシーンでは今まではなかったんですけれども、ねこの製品にも、ついている機能であるように、このね、三脚の足をですねこれからさらに伸ばしていくんですけれども、そうするとカメラ位置をかなり下げた地面に近いレベルの位置でも三脚固定することができるということで。かなりね撮影シーンが拡大してるんじゃないかというふうに思います。はい、今ですねこれから足を広げます。さあ、このね雲台がついてるエレベーターを一番上まで上げるとですね、あ、今ですねこの、重りをつけるフックを取り外しているところです。はい、こんな感じで横にエレベーターのバーを、固定することができます。そして今だってエレベーターがね随分と横に張り出してるので、これをね、移動してカメラの位置がだいたいセンターのラインに来るように安定感を出すために、はい、固定をしていきます。そしてこの自由雲台ね、これを今だとね、雲台が横向いてるんで、はい、上に向けました。本当にこの操作系レバーがねすごくスムーズ滑らかに動くのでですね、これが本当に気持ちいいんですね。あ、そして今これ、装着したのが何かというとですね、これ三脚に付属しております製品でして、品番がですね何て言ったかな。はい、VIO MA-1 という製品でして、これをつけることによってですね雲台の他にもう一つ三脚座を取り付けるというイメージなんですけれども、なのでこの MA-1 があればこの三脚だけでも2台のカメラを設置することが、物理的には可能ということです。で、僕はですね1台のカメラなんですけれども、まあよりその雲台をですね三脚3本の足の中央の、ね、中心に合わせたい、安定感をさらに出したいっていうような時にはねこの MA-1 を使ってあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、特にですねこの三脚自体耐荷重が 15kg まであるんですけれども、まあ心持ちね重い機材を使ってたりする場合はその安定感という意味では中央にカメラがある方が重心がある方が安定するので、そういう時にも使えるかもしれないですね。さあ、で今回僕は MA-1 に、カメラを取り付けて、おりますので、この三脚自体についている雲台は今回は今使っていないという状況になります。さあ、まだこれでもね一番低い状態ではないのでですね、もっともっとカメラ自体は下がります。こんな感じで足がぐいっと横に開脚していくんでですね、最大 17cm っていう高さまで、雲台のレベルの高さがね 17cm というところまで、カメラ位置を下げることができます。微調整をいたしまして、まあ、ミラーレスカメラなんでねバリアングルモニターで、ファインダーを覗かなくても体勢、自分の体勢を、崩さなくてもこういう低い位置だったりねカメラ高い位置もそうですけれども撮影に準備していくことができます。さあ、そして低い位置からの列車がまもなくやってまいります。手前に草をぼかして、列車を狙っております。さあ、来たでしょうか。無事撮影が完了ということになります。いや、非常にテンションが上がる機材ですね。さあ、こんな感じで今 MA-1 にカメラを据えている状態をご覧いただいております。美しいですね。さあ、このような感じでこれからのヴァンガードさんの三脚製品はですね、このようなデザイン性で統一されていくということなので、ますますこれから出てくる製品が楽しみ。ご視聴いただきありがとうございました。